はい、ありがとうございます。まあ、これから今何をされているのかっていうところをお話をお伺いしたいなと思ってまして、はい、JICA 海外協力隊で、うん、まあ、いわゆる2年間の後、考えられたりしてました、うんうん、自分の中でフェアトレードと商品を紹介していくような状態にはずっといたいっていう思いはあったので、携わっていこうとは思っていたんですけど、はい、協力隊に行けばある程度その JICA とかとのつながりができるだろうから、うんうん、何かしらつながるだろうなって思ってたんです、フェアトレードに対して。今何されてらっしゃるんですか？今は、うんうん、アフリカンスクエアという会社で、はいはい、アフリカの手工芸品とか、うんうんうん、アフリカの産品を日本に輸入して、はい、それをアパレルブランドさんに卸すっていう仕事の営業をしていて、うん、対象の国はアフリカなんですかね？アフリカなんですよ。そうなんですね。アフリカのいろんな国。このコネクションってどうやってつけた感じなんですか？そうですね、キルギスにいる時に日本から友達が遊びに来てくれたんですけど、はい、その遊びに来てくれた子が、はい、私の飲み仲間の人が働いてる会社が募集してて、はいはい、ぴったりだと思うよって言われたんですよ。そうなんですね。それで、あ、そうなんだ、じゃあ受けてみたいなって言って、うん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 、じゃあ一回飲み行こうか日本帰ってきたら、はい、って言ってで飲みに行ったんですよ。あ、そうなんですね。そうなんです。あ、じゃあもう友達伝えで、うん、そうです、あの仲間が、はいはいはい、実際どうでした？聞いてみたらすごい楽しそうでその方は何されてる方だったんですか？バイヤーをしていて、はい、うちの会社のモロッコとか、うんうん、ブルキナファソとか、はい、そういった国を担当している、はい、なるほど、はい、そうなんだ。だから話聞くのはやっぱすごい面白かったんですよね。実際そこで始められた業務の最初っていうのはバイヤーとして入って、うん、そう、一番最初はそうなんです。ケニアを担当したんですよね、うん、はいはい、でもちょっと短くって、うん、ケニアにも出張は行けたんですけど、はい、その後の営業職に、あ、そうなんですね、はい、今はなっていて、はい、営業の方がもともとはやりたい方に近いから、私はもともとそれが希望ではあったんですよね。あ、そうだったんですね、はい、なるほど、うんうん、実際何が楽しいとかありますか？アパレルブランドさんからこういうものを作りたいですっていうものをもらうんですよ、はい、それをアフリカで作って卸すんですけどやっぱその商品が店頭に並んでるのを見るっていうのがすごい嬉しいです、ね、はいはい、いや確かにね、うん、嬉しいそれってこういうデザインで作ってもらいたいっていうのを民間の企業から発注みたいなのがかかる感じなんですよね、はい、そうですね、はい、でその製品を、うん、具体的には現地で作って、うん、と輸送してもらって渡すみたいなイメージなんですか？そうですね、基本的にはアフリカで大体作る、うん、あ、それすごい大変じゃないですかまあ日本って結構技術があるんで、はい、うん、消費者さんの考えも細かいじゃないですか。かなりそうですね。そこのニーズをマッチさせるために何か工夫してることとかってありますか？うん、やっぱどうしてもこう個体差というかあったりするんですよね、はい、日本サイドのお客様と喋るときに、うんうんうん、こんなもう全部同じサイズできっちり来るなんてことはないんですよ、うんうんうん、それも味ですよっていうのを分かってもらうようにしているんですよね、うんうんうん、なるほど、まあ、でもそこはちゃんと理解される感じですか？そうなんですよ。皆さんすごい、あ、すごい手仕事ですもんねってやっぱ言ってくださるんですよ優しい、すごいですね。でもやっぱそれすごいいいなって私は思える、はい、なんか発注のロット数ってどれぐらいなんですか？うん、あの弊社の方はあんまり高くなくって。あ、そうなんですね。そうなんです。20ピースぐらいお受けできるんですよね、はい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 、割とハードル低くいろんなところからいただけるので、はい、アフリカンスクエアってどういう商品を扱ってるのかっていうところもちょっとお聞きしていいですか？基本的にはですね、食品と雑貨というふうに大きく分かれていて、食品はチョコレートだったり、はい、蜂蜜だったり、うんうん、コーヒーもある紅茶、はい、とかなんですけど、と私は部門としてはその雑貨の方の部門にいるので、うんうんうん、バスケットですね。あの夏によく女の子がカゴバッグ持ってるんですけど、はい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 、あれとかは割と。なるほど、うん、ただアフリカンスクエアの名称が入るわけではないって感じ、ね、うん、はい、あ、そうですね、はい、うちはこうブランドとかではないので、うん、単純にうちからお買い上げいただくことはできるんですけど、はいはい、あのアパレルさんに降りてる時は、はい、そのアパレルさんのブランドの商品として、はいはい、置かれてる
なるほど、うん、自分たちが作ったものとかって、うんうん、誰かがつけてるのを、うん、見たことありますか、うん、ありますあります。いやそれすごい嬉しいですよね。めちゃくちゃ嬉しい。声かけたくなっちゃう。声かけないけどなんで購入されたんですかみたいな。嬉しい、ありがとうって言いたい。物を作るっていうのを、うん、実際にその作った製品を誰かが利用してるっていうのを見るのが楽しいですよね、うん、嬉しい、楽しい、本当。アフリカンスクエアさんって、うん、いろんな商品扱ってらっしゃるじゃないですか、うん、今なんか流行りのトレンドってあったりしますか。コロナの影響でインテリアのバスケットがすごい売れるようになったのは、うん、バスケットがインテリアになるんですね。そうなんですよ。洗濯カゴとかが、はい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 、塔みたいなの出てきた、水草とか出てきたバスケットにしたりとかっていうのは結構日本のインテリアには割と合いやすいんですよね、はいはいはい、意外と畳との相性も良かったりもするし、単純に飾りとして使ってたりも、はい、うん、あるんですけど。そうなんですね、うん、福田さんが今勤められてるところで、うん、なんか今後こういうことをやっていきたいとか何かあったりするんですか。今後ですか、はい、なんかすごい難しいのは分かってるんですけど、うんうんうん、なんかやっぱりフェアトレード認証ついてますか、うんうん、って聞かれることが増えてきてると私は思っていて、ね、エシカルな動きをするときってやっぱり認証がある商品の方がいいですって言われたことが何回かあって、あ、そうなんですね、うん、なんか難しいだろうけど何かしらでこう認証が取れるようなことができたらいいなっていうのすごい思う。やっぱ結構そういうのってハードル高いものなんですか。から働きかけてもね、また現地でいろいろ整えるのも大変だし、うんうんうん、やれたらいい、はいはいはい、いいな、すごい。確かに、うん、そういうじゃあチャレンジングが今後、うんうん、あれってことですね。あれあるといいですね。ちょっとじゃあアフリカンスクエアさん の、はい、あのリンクに関してはちょっと概要欄に載せておきますので、ぜひぜひ、もし興味がある方は見ていただければなと思います。嬉しいです。はい。まあ、今回福田さんってベースとしてはフェアトレードっていうところになるんですけど、うんうん、はい、まあ、それも踏まえた上で国際協力っていう分野でちょっとお話しさせてもらいたいなと思ってるんですけど、はい、うんうん、キルギスとか行かれたりだとか、うん、まあ、ケニアとか出張で行かれたりだとか、まあ、いろんな文化とか、うん、まあ、習慣とか人っていうところを見てきて、うんうん、日本っていうのをどういうふうに見てるのかっていうところをちょっとお聞きしたいんですけど、あの、まあ、自分がキルギスに住んでより思ったというか、はい、やっぱり私は日本の教育を受けてきてるんですよね、はいはいはい、だから日本側のサイドの視点で歴史とかも社会の時間に教わったりしてきてるわけで、はい、それと同じように海外の例えばキルギスの人もそういう教育を受けてきていて、はいはい、自分の国を外から見るってあんまりできない、うん、うんうんうん、ですよね。そうですね。それがもっとより身近にできるようになっていくならば、はい、もうちょっと、はい、優しい社会になるかなと思う。なんかみんなが許容が広がれば、はいはいはい、それはすごいいいのかなって思うんですよね。まあ、そうですよね。どうしても島国なので、うんうん、すごい閉鎖的なんですね、実は。知らなかった、うんうんうん、自分もそうじゃないと思ってたけど、やっぱすごい同日本人だったし、はい、うんうんうん、価値観とかそういうところを増やすことができれば、うん、また違った世界になるかもしれないっていうところがあるんですね。フェアトレードっていうところが多分福田さんの中で主だと思うんですけど、うんうん、フェアトレードに関してはずっと続けていきたいなと思いますか。そうですね、あの、うん、自分の職業としてはちゃんとストーリーのあるものというか、うん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 、顔が見える取引というか、うんうん、そういったものに携わっていきたいって思いはすごいずっとあるんですけど、はい、電車の優先席みたいなもので、はい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 、いずれそれが普通になるのが一番ベストですよね。そうですよね、将来的にはそこも一般化するっていうのが最終的なところであって、うんはい、一番理想ではある、うんうん、はい、ちょっとじゃあ最後になんですけど、はい、国際協力に今後携わりたいなと思っている人とか、うんうん、まあ、フェアトレードに今後携わりたいなって思ってる人に対してどういうアドバイスできますか。うんうん、何かをしようって思う時って大きな一歩をしなきゃいけないような気持ちにみんななりがちだけど、すぐできることだったりもするので、その小さいことでも、それこそフェアトレードのチョコレートを買ってみるっていうのは割とすぐできることだったりするので、少しずつ貯めていくことが多分いずれ大きくなるんじゃないかなって思うので、はい、確かにそうですね、気負わずにちょっとだけ手出してみるとかでいいんじゃないかなって思います。そうですよね、特に国際協力って途上国とかいろんなところが入ってくるから、やりたいなって思いつつも手出せなかったり何もできない人っていたりもすると思うんですけど、まずちっちゃいところからでもいいから、まずはやってみるっていうところですか ね。絶対職業にしなきゃいけないわけではないんですよね。生活に取り入れるっていうだけで十分だから、職業としての国際協力だけじゃないから、小さくやれる、そうですよね、そうやって
っちを選択する人もいますよね、うんうんうん、そうですね、うん、まあ、仕事で携わるっていうだけではなくて、それに関連する業務であったりだとか、うんうん、ある国の製品を買うとか、うんうん、そういったものでも実際国際協力っていうところは、うんうん、言えるってことですよね。言えると思うので、うんうんうん、だそういったところをまず見て、広い視点で、はい、見て、うんうんうん、行動してみてもらうっていう感じですかね。そうですね、うん、ありがとうございます。今回はフェアトレードの視点で動かれている福田さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。